今回はですね、こちらご覧ください。オプティクス MPG27CQ、 こちらは何かというとゲーミングモニターになります。さあ、起きるかな。やってみよう。始まったぞ、始まったぞ。足が長いぞ。モカ太郎の動画。ああ、そうかい、そう来るかい。よーし、分かったぞ。ちょっと待って、これ直せない、直せない。嘘でしょ、これすら直せなくなったの、私は。まあ、いいや、後で直してもらおう。よいしょー。よっしゃ、行くぞ、モニター。いいか、行くぞ。よいしょ。よいしょ。はい、乗ったよ。モニター、とりあえず乗ったよ。さあ、どう来る？さあ、どう来るんだ？こうだよね、こうだよね。おー、なかなかモニターが前に来るという。おー、そうかい。君はそう来たいのかい。なるほどね。わかった。じゃあこっちも考えよう。君がそう来るのなら私も考えよう。パソコンデスクをちょっと手前にするぞ。いいか？やるぞ、君たち。大丈夫か？君はもう電気ついてるからな。大丈夫か？このまま行くからな。じゃあ行くよ。皆さん、大丈夫ですか？行きますよ。結構前にしますよ、皆さん。シートベルト、つけてくださいね。さあ、どうだ？結構だぞ。よし、じゃあ、キーボード置いてみよう。うん、いけるよ。打てるよ。とりあえず打てるよ。うん。これ、あれだね。このモニターのために PC デスクちょっと奥行きあるものにしよう。でね、このソファー、横のソファーちょっと見るかい？これ私がいつもどういう状態で編集してるのかわかるから、ちょっと今、見せるからね。はい、ドン。これじゃわかんないから、もうちょっと下にするよ。はい、これで見えるかな。これ、いつも私が編集してる環境ね。みんな本当に真似しないでほしいんだけど、これ座るじゃん。はい、どう？これ見て。あー、疲れたって横になるって、こうなるからね。ここぶつかるからね。この狭い環境でやってるわけだよ、私は。ちょっと話がそれたね。ごめんね。はい、とりあえずこれで決まりかな。まあ、最終的にはこうなるよね。キーボードこうなるね。ちょっと PC デスク変えない限りは、じゃああれかもしんないね。いやー、すまないね、皆さん。ちょっと環境変わるんですが、すいませんね、皆さん。ご協力お願いします。はい、じゃあ、アダプターに電源ケーブル、ジューン。OK。で、アダプターの先の、このピョーンって出てるやつをモニターに挿します。挿しますよ。大丈夫ですか？挿しますよ。あ、これはいいね。これはいいわ。こう、傾けれるから、こうできるんだ。あ、これは便利だわ。これは便利。今まで使ってたモニターは何も動かないから、首も触れないから、要は目視でやってたわけよ。こう 見ずにさ、刺してたわけ。だから刺し口がね、もうおそらくガチガチになってるんだよね。だけど見て、これ今見たでしょ。これで大丈夫だから、これができるわけだから、これいいね。便利だね。じゃあコンセント挿していきまーす。はい、刺さったよ。おぉ、かっこいいじゃないか、君。おぉ、ひら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 ーだね。かっこいいね。見えるかい？見える？ここ光ってんだよね。ほら、すごいね。かっけー。いや、とりあえず、私がいつも使ってる HDMI 挿してみます。はい、挿したよ。おぉ、すごい！なんだこれは。めちゃめちゃ綺麗だぞ。わあ、これ便利だな。見えるかい？って、これ、すごいね。超便利だ。ほら、見えるかい？わ、すごい。あ、便利。めちゃめちゃ便利。なんじゃこりゃ。はい、大丈夫だね。これで見やすいね。ということでね、
ちょっと画面キャプチャーしちゃうね。ということで私のモニターがオプティクスの MTG27CQ に変わりました。なのでここの NVIDIA のコントロールパネルで、144Hz に対応できるかどうかちょっとやってみるね。まずリフレッシュレートが今 60Hz になっています。でこれ下行くとね、ほら 2560×1440 ネイティブって書いてあるね。これをクリックして、そうするとねリフレッシュレートが144Hz まで選択できるようになります。これで適用の前に私ちょっと NVIDIA カラーっていうのも適用にしたいわ。そして変更を保存しますかと。はいと。はい、できた。これで HDMI 接続の解像度が 2560×1440、 そしてリフレッシュレートが 144Hz になりました。こんな感じ。おわあひゅーということでね、早速ゲームプレイしてみよう。FPS もね、どれくらい出てるか気になるよね。どこですか？コナン。あ、いたいた。あー、楽しみだ。どんな感じになっちゃうんだろうね。もう、ぬるぬるなんだろうね、きっと。やばいね。おー、めちゃめちゃ楽しみ、今。うわあうわあめちゃめちゃ鮮やかだよ。めちゃめちゃ鮮やかだって色、やばいよこれ。マジ？ここのさ、光沢キラキラキラってこう流れるモーションがあるんだけど、めちゃめちゃ滑らかよ。色もすごい鮮やかで、今 FPS144FPS 出てます。このね、マウスカーソルの動きのヌルヌル加減がまず違う。うわー、マジか、こんなに違うんだ。でやっぱりね、 VA パネルだから黒のコントラストがすごくビシッと決まってるね。綺麗、鮮やか、素晴らしいね。え、これすごいよ、マジですごいよ。これ足な、これ足ぶった切ってはダメかな。ここダメだよね、ごめんなさい、ダメだよね。ここ切れば、切りたいな、ここ。あ、でもあれか、モニターがやっぱ大きいから安全設計なんだろうね、きっとね。これだったら、こう、ガチャーンってならないよ。だから、切ったらガチャーンってなるから、切らない。切らないで置いとこう。これね、皆さん、足ちょっと長めだから、皆さんの PC デスク環境と相談した方がいいよ。でも、素晴らしいよ。製品は素晴らしいよ。マジ、超綺麗だよ。本当に綺麗。素晴らしいよ。あ、早くやらしてよ。早くやらして。これはテンション上がるわ。で、今、画面設定も、何もいじってないデフォルトの状態でプレイしてるからね。で、ちょっとゲームのヌルヌル加減をご紹介したら、このモニターの後ろ側の赤い丸いところあったよね。そのコントローラーの話していくからね。まずはちょっとヌルヌル見ていこうよ。あ、もう楽しい。いや、もう幸せだわ。これがいいよ。これが、これいいな。これは便利だな。あ、来たね。おおマジで？うっそ！うわ！え、マジ？うわ！これリアルだよ。これリアルなリアクションだからね。めっちゃめちゃ綺麗だよ。
じゃあね、モニターのコントローラーの説明していくね。モニターの後ろ側にある赤いボタンなんだけど、ナビキーって言われているものみたい。でね、この上にさ、2560×1440 とか 144Hz って書いてあるんだけど、これは現在の設定が上に表示されています。で、ここを見ていただきたいんですが、ゲームモード、ユーザー FPS、レーシング、RTS、RPG ってあるんだけども、これは何かっていうと、このナビキーをね、押すとメニューが現れて、ナビキーを右にこう動かすとね、ちょっと画質見てて色味変わるから、ユーザーモード、FPS モード、レーシングモード、RTS モード、RPG とこう色味がね変わるんだよね。で、これがいいなって思ったらナビキーをこうポチッと押せば決定になります。続いてブラックチューナー。これは何かっていうと、輝度の値を調整するみたい。FPS ゲームにおすすめらしいよ。デフォルトだと10なんだけど、ちょっと上げてみようか。ちょっと白みがかるね。低くするとこんな感じ。続いて応答時間。これは FPS レーシングゲームにおすすめな機能なんだけれども、これを早くするとね、画面の応答時間が早くなるよってやつね。リフレッシュレート何かっていうと、今 NVIDIA さんの機能で145って FPS 出してるんだけど、このモニターでも FPS の数値を出すことができます。で、場所をね、4カード。どこに表示させるかっていうのも選べるみたい。これはいいね。続いてプロフェッショナル。これプロモードってあるんだけど、これも同じく画質が変わります。こんな感じでね、色味の変更ができます。あ、じゃあ分かった。私が使う場合は編集中はゲームモード、ユーザーにして色味をデフォルトで使おう。で、ゲームするときはこれを FPS に変えてあげよう。そうすれば見つけやすいもんね。やっぱりここ全然違うわ。ほら。もやーんってなってるもん。FPS にするとくっきりパッキリだわ。なるほど。私はユーザーにしとこう。ゲームやる人はここら辺いじっても色味、あんまり気にしないんだろうけど、私編集するからさ。サムネイルとか、色味結構考える人だからさ。画面の色味を基準にして、色味調整するから、ここで色狂っちゃうと私の頭の中も狂っちゃうから、とりあえずこれデフォルトにしよう。じゃあお腹空いてるって言われちゃった。アイセーバー、これはブルーライトカットかな、きっと。こんな感じで。ちょっと暖色がかった感じになるね。続いてイメージ。これは輝度、コントラスト、鮮明度、色温度、画面サイズをね、変更できるページになる。だからちょっと眩しすぎるなとか、色味強すぎるなっていう時は、このイメージページでね、自分の目に合った色味に調整すればいいっていう感じだね。続いて入力源、HDMI 1番。2番ディスプレイポート。で、続いてナビキー。ナビキーはこれね、これ。このメニューをここに表示させるか、4カードどこかに表示させるか選べるみたい。そして最後に設定。言語が選べたり、透明性を調整できたり、いろんな変更ができるってことだね。オーディオソースをアナログデジタルにしたり、RGB をオンオフ、ここでできるんだね。そしてリセット。リセットは現在の状態を全てリセット、デフォルトに戻すってことだね。でね、私が今設定しちゃったもんだから、この PIP、PBP っていうのが調整できなくなってるんだけど、この機能がねかなり面白いのよ。一つの画面に2画面表示することができます。で、それプラス右の音を出したい、左の音は出さない、でその逆もできるから、これすっごい面白いよ。後で何かに使いたいなって思うんだけど、利便性が高すぎて私にはどう使っていいかまだわからない。ただただすごい。これあれよ、ゲームする人にとってはかなりいいモニターだね。レビュー高い理由がわかった。今このモニターの後ろについてるコントローラー、やばいね。優秀だわ。すごい。いろんな設定ができるからね。これは確かに人気あるわ。全然違うもん。色味が全然違う。鮮やか。とにかく鮮やか。見てて楽しくなるね。こんなに違うんだ。すごいわ。ごめんね、今ちょっと蜂蜜食べてるけど。これ YouTube ね。YouTube の画面、そうだ、湾曲だから、何か違和感あるかどうかちょっと見てみるね。うん、全くないね。うん、全然そんなことない。大丈夫、変な感じしないよ。ただ最初はちょっと慣れが必要かもしれない。ここら辺がやっぱりね、こう自分に向かってきてるっていう感じがするから、慣れるまでちょっと時間がかかると思う。2時間ぐらい経てば慣れると思うよ。でも湾曲にして不便だなって思う感覚はないよ。むしろいいと思う。はい、ということでいかがだったでしょうか。湾曲もね、
WQHD も初めてな人間だったんだけども、この MSI Optics MPG27CQ このモニター体感してみてね、かなりいいわ。色味がねすごい鮮やか、とにかく鮮やか。これはいいモニターだわ。ただ足長いからね、さっき言ったように足長いから、あのいいいいって言ってるけども、一番いいのは自分の環境に合ったモニターが一番いいからね、あのここら辺気をつけてくださいね。でも素敵よ、すごくいいモニターだと思う。これはねおすすめできるわこれ本当におすすめできる素晴らしいモニターだと思いました。ご視聴いただきありがとうございました。次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。あのね早く編集したい、これですごいワクワクするよ。いいモニター。